親潮と、黒潮日本列島近海の海流1、黒潮2、黒潮続流3、黒潮半流4、津島暖流5、津軽暖流6、宗谷暖流7、親潮8、リマン寒流親潮は、千島列島に沿って南下して、日本の東まで達する海流である。北、太平洋は艦隊順位の西岸沿いに南下する、部分を構成する。千島海流とも呼ばれ、黒潮と、 並び日本近海を流れる代表的な海流である。この流れは日本列島の東岸で黒潮とぶつかりきた太平洋海流となって東方へ向かう流れとなる。栄養塩に富んでおり、親潮という名は魚類を育てる親となる潮という意味で付けられた。また、北海道東方や釧路沖、三陸沖などに存在する低温、低塩分で要在酸素量が多く、 栄養士を煮んだ水海のことを親潮という場合もある。東カムチャツカ海流の一部がオホーツク海に入り、オホーツク海のさらに低温、低塩分な海水と混合し、循環して、ウルップ海峡から再び太平洋に出て、千島列島沿いをそのまま南西に流れてきた東、カムチャツカ海流と合流、親潮が生成される。形成後、親潮は、 千島列島の南方海域を列島に沿って南西に向かい、北海道の南東岸の沿海を洗ってさらに、三陸沖に南下する。親潮は、日本東方海域に達した後、黒潮と合流して、大部分は、北、太平洋海流として、東に向かう。親潮はその名が示す通り非常に、栄養潮に富み、豊かな水産資源をもたらす。その栄養潮の濃度は、 黒潮の少なくとも5倍から10倍と言われ、春になると、日射量の増加や温度薬草の発達に伴って、植物プランクトンの大増殖が起こり、動物プランクトンや魚類の格好の繁殖状になる。そのため親潮は、緑や茶色がかった色になる。親潮は、流れとしては弱く、流速は早い時でも1ノットを超える程度だが、 深いところまで流れがあるため流量は大きく、最近の調査では黒潮に匹敵する流量になり得ることもわかっている。本州東方海域では、親潮は絶徐に南方に張り出してくることが多く、このような絶徐の冷水部を沿岸側から数えて、親潮の第一分子、第二分子と呼ばれる。この親潮分子の象徴は、漁業や、 沿岸の気候に大きな影響を与える。親潮の南側の端には、親潮前線が形成され、この前線を境にして、南北で海水温、塩分が大きく異なる。東北日本沖は、親潮起源の海水が分布する海域に、黒潮や黒潮起源の断水海が分布し、さらに沿岸を津軽海峡から流出する津軽暖流も流れる。 複雑な海域であり、混合水域となっている。親潮は低温のため、黒潮より密度が高く重いので、混合水域では、黒潮の下に沈み込む形になる。この時にできる潮目では、黒潮と共に北上してきた多様な魚類が、親潮の植物、動物プランクトンにより繁殖し、この海域は、量、種類ともに、豊富な工業場となっている。親潮は、 通常1月頃から本州東岸に沿って南下するようになり4月頃最も南に張り出して宮城県沖付近まで達するが時には茨城県沖付近まで達することがあるこの現象を親潮の異常南下と呼ぶがこのような変化は主に冬の季節風によって親潮の南下が促進されるために起こると考えられているその後は次第に 南下の度合いは弱くなり、11月頃から12月頃には、釧路沖付近まで交代する。親潮系の冷水の南下は、沿岸の環境に大きな影響を与えることが分かっており、魚群の分布の変化や不良など、沿岸漁業への悪影響が生じる。また、この冷水が夏まで存在すると、東北地方の太平洋岸に冷下をもたらす影響を与えている。 可能性が指摘されている。気候にも親潮は大きな影響を与えている。北海道東部や東北太平洋岸では夏にあまり気温が上がらず霧が発生することが多い。これは夏の暖かくて湿った空気が親潮によって冷却されるためである。また、表記に海水準変動が低下した時にベーリング立橋ができて、 親潮へのベーリング界の影響がなくなったため、東アジアでは寒冷化の影響をあまり受けなかったという説がある。これは、現在の東アジアが、同位度のヨーロッパ地域より寒冷な環境であるにもかかわらず、表記にほとんど氷河が形成されなかったことの原因の一つとされ、東アジアでは、シニ予以来の植物の種が96%生息しているのに対し、 ヨーロッパでは27%しか残っていないことを根拠としている。しかし、全く寒冷化の影響を受けなかったわけではなく、季節性や降水量の問題も関わってくるため、異論もある。ありがとうございます。